要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これは桐生さんがやったんか。全部たった一人で。マジか。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわ。の踊れも桐生さんの正体を知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったらこの町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男がなんじゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや小清水の頭は何を言うとるんかの、兄貴の正体って。松永。桐生さん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出るように言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。ああ全部承知の上だ。このバカたるや、踊れ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。ああ松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。ちくしょう、これが本家からの制裁っちゅうわけですか。バカたれ、松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、は？頭が。何ですかね、そりゃ。小清水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう松永。まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃとこの。よう言うわ、何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も、うんぴったれが。なんじゃその態度は。この恩知らずが。こんなお、おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東上界の四代目？東上界言うたら東京のあの東上界で。ああ、そうじゃ、確かあれじゃ、堂島の竜、実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人なのか。え、いや、そりゃぶっちゃけつながですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリュウの兄貴、なんで黙っとったんですか。
早言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ。俺の方にはな。桐生さんの方には。俺らの方にはまだ桐生さんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。お、なんだよ隠し事って。ああいいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、なんだよ隠し事。時間食っちまった。時間食っちまった。
仕方時間食っちまった。